はい、皆さんこんにちは。レーナでーす。高です。リッキーブログでーす。おはようございます。おはようございます。今日は岐阜県の清流里山公園に来てます。今日はこちらのハンザ岐阜のハイアップ動画になります。最初に向かってるのがアドベンチャーパークです。そこで空中に遊んだり、ジップラインに乗ったりすることができるので、最初にやりたいと思います。行きましょう。安全装備つけていきます。はい。はい。はい。できました。ジップラインはどこかの上のところにあるから登らなきゃいけないな。スタートポイントに着きました。着いたね。このこれを登って上からスタートです。めちゃくちゃいい景色だよ。目の前こんな感じ。はい、まもなくスタートです。私と同じ位置まで進んでください。続けてくださいね。ゴーって言ったら足離してくださいね。はい、はい、行きますよ。しゃがまなくていいですか？しゃがまなくていいですか？しゃがんでください。怖い怖い怖い。はい、行きますよ。 3,2,1 ゴー！イエめっちゃ爽快じゃん、気分めっちゃ楽しい、もう一回行きたい、ね、目が覚めたわいやめっちゃ良かった。いやー、素晴らしい本当すごいんだけど。ジップラインが終わって、次はエアリアルっていうね、あの空中アドベンチャー、これです。楽しそうだね。この公園にエリアルが2つの種類があって、初心者用6メートルのより簡単なコースと、もうちょっと頑張りたい人用の9メートルのコースで、私たちは9メートルのコースを選びました。行きましょう。危ない。今ダイブしようとしてたね。ハーネスで安全になってることは忘れちゃう。本当に死ぬかと思った。確かにこれ自分の体力と相談しながらやんないと。あ、これまた難しいね。そう、これね、すごい難しいのよ。うわあ、間をいつも下を見てるけど超怖いよね。はぁ、疲れた。エアリアル満喫しました。めっちゃおすすめ。本当にこれ満喫だね。はい。何をやってますか？こういうこと？シャワー。T シャツの色は今日ちょっと間違えました。間違えましたね。1年分の汗かきました。かもしれない。エアリアルの後でめちゃくちゃ疲れてた。楽しかったんですよ。めちゃくちゃ。もうね、今足がプリプリよ。そうだね。止まった瞬間膝が笑うからね。そうだね。ここにテントがあって。そう。で、エアリアルの後で汗びしょになって。
銭湯に入ってすっきりして着替えてからなんかこの公園を楽しむのが一番ベストだと思うけど、そうだね、それがベストプランだね。まずはこのアクアチューブをやってみたい。すごいね、あん中に入っ て, こうぐる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 って走り回るってことでしょ。あれでハムスターになる。私はハムスターになります。おお、すごいね。すごいね、ほらほらほら、すごっ。ゴーカートで、はい、私は運転します。じゃあ俺は助手席に乗って指示します。指示しないで。行きましょう。おパーキングスキル、運転うまいじゃん。ゴーカートは上手なんだね。そう、車はちょっと15年ぶりとかにゴーカート乗ったけど、久々にね、子供心を、そうだね、本当に楽しかった。フラッシュバックっていうか。調べたらこれなんかメープルらしい。あ、そうなんだ。食べなきゃいけない。いろんな種類があるよ、味。メープルとかカスタード、アンパンとかチョコレートじゃない。いいじゃん、おすすめがカスタードだからカスタードにしよう。はい、いただきます。あ、でも美味しいよ。ふわ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 、そう、見た目ふわふわだもんね。うん、カスタードクリームが入ってるの。カスタード分かんない、そこまでまだいってない。カスタード出てましたよ。おお、カスタード入ってるじゃん。うん、カスタードのクリーミーさが合うよ。本日のランチスポット、あ、美味しそう、そば。中に入りましょう。入る前はアルコール消毒、あのコロナ対策も守りながらここで楽しめる。来ました、そば。うまそう、気をつけて。危ねえ。いただきます。いただきます。あ、おいしいよ、このそば。ちゃんとコシがあるね。おいしい。ごちそうさまでした。そばを食べて、団子屋に向かいました。そう、団子屋に今から行きます。はい。ちゃーん、デザートです。美味しそう、団子。こっちあんみつ。でもまずは鷹のみたらし団子を食べる。うまっ。醤油団子、めちゃくちゃ美味しそう。うん、あー、美味しい。美味しい。冷たいぜんざい。うん、このね、あんことね、ソフトクリームのね、ベストマッチ感が半端じゃないよ。うん、超美味しくない？うん、全部美味しいね。スワンボートに乗れる。あ、今あったね、この中流れてる川みたいなところで。うん、雰囲気めちゃくちゃいい。やる？いや、ちょっともう足がガクガクだから言うと思った。まあでもね、やりたい人がいたらね、おすすめだね。うん、もう自然、大自然だからし。デートできたら、ね、女性はそういうのがロマンチックだと思うよ。こんにちは。私の手は食べれないよ。お兄ちゃん可愛いね。めっちゃ可愛い。
口元に指持っていかないようにお背中優しく触ってもらえますかね。はい、はい、おー、こんにちは。はい、こんにちは。超かわいい。モルモットちゃん。終わっちゃった。時間が終わった。ありがとうございます。最後に触れ合いのところでいろんな動物に出会って、そうだね。私はモルモットと仲良くなって、今から帰りたいと思います。岐阜清流里山公園がめちゃくちゃ楽しかった。だってね、子供連れで来てもいいし、カップルで来てもいいし、友達と来てもいいし。そう。いろいろあるからね、うん、ご飯も美味しいし、アトラクションもあるし、動物も入れるし、本当におすすめします。おすすめだね、これは。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。